そらく死刑執行の時間だろう。君は すまない、その驚愕の表情すごく好きだよ。思わず吹き出してしまった。君はフリーナではないな。一体何者だ？ああ、そんなに驚いてくれるってことはつまり僕は君たち全員を騙し通せたんだね。見ればわかるだろう。僕こそ魔人フォカロルスだよ。魔人フォカロルスがなぜ私たちを欺いた？ああ、無論僕の目的は君たちを騙すことなんかじゃない。本当に騙そうとしているのは天理さ。天理を欺く、あの予言のことだよ。面倒だろう。すべての人々は溶け、フォンテーヌは水に飲み込まれてしまう。僕の前任水神、つまりエゲリアがこの予言を僕に託したとき、僕も思ったよ。これはさすがに難しすぎないかってね。予言のあのシーンは必ず起こるって分かってたくせにさ。同時に属性の七姿勢である彼女にはもう一つ分かりきっていたことがあった。天理を敵に回してはならないと。こんなの解決策なんて全く存在しないじゃないか。君だってそう思うだろ。僕は一人で海底まで潜り、長い時間をかけて考え込んだ。周りの貝がブクブク泡になっちゃう頃にようやく僕はその唯一の答えを見つけ出した。天理を欺くことのみが予言が起こると同時にみんなを救える方法だとね。うん、僕って本当に天才。これもまさにエゲリアが僕を後継者として選んだ理由だろう。そういえば彼女はこの国を救う任務も水神としての責務も人を創造したことの原罪も何もかも一気に僕に押し付けたんだね。あ、でもまあしょうがないさ。なんと言ったって僕もかつては彼女の眷属、あまたの純粋精霊の一人だったんだからね。つまり君もかつてエゲリアによって人間にされた純粋精霊の一人だったと。その通り。人間になることはずっと僕の夢だった。今だって何の変わりもないさ。僕からすれば人間の存在そのものが美しい歌劇のようなもの。神になってから僕は作られたばかりの人の自分だけを残して己の神格を体と精神から分離した。今こうして君と対話しているのはその神格さ。それに対して人間の僕を僕はフリーナと名付けたんだ。喜怒哀楽の感情を持つ彼女は思い上がりたい時は思い上がって、逃げたい時は逃げる。彼女の長所は人間しか持たない長所、
その短所も人間ならではの短所だ。僕の目に映るフリーナはまさに完璧な人間だ。なぜなら彼女は本当の人間と全く一緒で、それこそ僕の理想の自分だったからね。その後、僕は彼女を呪った。天理を欺く計画を完成させるためにね。覚えているだろう？予言の最後のあのシーン。水神は自らの鎌倉において、一人ぼっちで涙を流す。予言が実現した風に見えるように、僕はフリーナという役者を招き、予言の中の水神を演じてもらった。呪いによって、神格である僕が存在する限り、フリーナは永遠に死ぬことはない。しかし同時に、人間が持つべき幸せを享受することもできないのさ。例の予言が実現したと見せかけるため、彼女はこの歌劇場を舞台に、正真正銘のヒロインとなり、永遠に神の役を演じ続けるんだ。さあ、もう理解できただろ？君の法廷がなぜエピクレシス歌劇場という名前なのかを。だが、あのフリーナは所詮人間のはず。好きの命があったとしても、精神の強さは人並みに過ぎない。彼女にとって、これはどれほどの苦痛だろうか。そうだよ。フリーナは人間の僕自身とはいえ、機会があれば、僕はちゃんと僕に謝らないとね。この500年は、彼女にとっては、この上なく長く、この上なく孤独で、この上ない苦痛を伴う、過激だった。